図を見ると、アメリカにおける黒人の立場がよく理解できます。主演はビヨンセです。では、どうぞ。黒人への3つの質問を語った日本人のビデオが話題になっていました。日本の視点から見たアメリカの黒人問題について語ったもので、黒人は被害者意識を捨てるべきだとしています。米国では、あまり語られることのない意見に、米国の人たちからは、様々な意見が寄せられていました。アメリカに行った時に、人種の話はタブーだと言われた。俺は気にしない。黒人を差別もしないし、特別扱いもしない。正しくないものは正しくないという。黒人に、3つの質問がある。1、なんで過去に関わるの？黒人は、必ず、奴隷制の話を持ち出す。確かに、奴隷制はひどいことだけど、大昔の話でしょ。先祖がやったことで腹を立てるのは意味がわからない。アメリカに住む現代の白人に責任はない。成功してる黒人が大勢いるのに、被害者意識を持って何の意味があるの？日本にいる黒人も、日本人は特権があると言ってる人がいる。将来日本で黒人が増えたら、大きな問題になるのは目に見えてる。2、なんで事実を直視しないの？黒人の犯罪率は、他の人種よりも明らかに高い。すべての種類で、黒人の犯罪率は高い。殺人に関しては、白人の7倍だ。単に、肌の色のせいで偏見があるのだと思う？悪評があるから、ステレオタイプが生まれてる。でも、黒人は、犯罪率に向き合って何とかしようとしてない。ここまで犯罪率が高いのに、平等に扱ってくれると思ってるなら欲張りすぎだ。三男で反対意見を言う人を脅迫するの？脅迫メールが来てる。いろいろ議論を呼ぶビデオを作ってきたけど、脅迫メールを送ってくるのは黒人だけだ。君が送ってるならやめてくれよ。だから、このビデオを作ったんだよ。ただの個人の意見だから、発言の自由は認められるべきだ。すぐに、切れて暴力に走る黒人がいる。アメリカに暮らせて、どれだけ恵まれてるかわかってるの？言論の自由も、機会の平等も与えられてる。完璧な国はないけど、客観的に見て、アメリカは素晴らしい国だよ。異論があるだろうけど、低評価する前に、どこが納得できないのか、コメントに書いてよ。好きか嫌いかにかかわらず、俺は、黒人のより良い人生を送ってほしいと思ってる。必要なのは暴力でなく、平和的な対話だから。海外の反応。のび太がはっきり言っちゃった。オブラートに包みもしてない。マジかよ。誰かが、本当のことを言わないといけなかったんだよ。よくやった。さすが名誉白人。本気で、のび太と友人になりたい。いいね。俺たちは、今でも君の味方だ。黒人だけど、完全に同意する。イングランド出身だけど。ありがとう。のび太。本当のことを言ってくれて。平等に扱ってくれて。君が脅迫を受ける言われはないよ。俺が代表して謝罪する。黒人にも、アホはいっぱいいるからね。確かに過去に関わるのは愚かなことだよ。現代の白人は、数百年前の出来事には無関係だし。いいビデオだね。中国系アメリカ人だけど、100年前のことで、現代の日本人を責める理由はないと思うよ。インド系や中国系の移民は、高い教育水準で子供を育てて、高所得を得てるのに、被害者は被害者のままだ。今のアメリカで成功できないのは自業自得だよ。手っ取り早く稼ぐという黒人の考え方が嫌い。六本木を見てみなよ。かわいそうな日本人が毎日のように詐欺られてる。アメリカの人種について語らなくてもいいよ。日本人が大多数の日本に住んでることを感謝してなさい。君はどれくらい恵まれてるのか分かってないだけだと思う。これが移民がうまくいかない理由だよ。西洋は自分でもたらした毒を食らってなさい。奴隷制は数百年前だけど、隔離政策はそれほど前じゃないよ。
場所によっては今でも残ってるし、だから過去を忘れられない人がいるんだよ。言いたくはないけど、君は間違ってるよ。その過去は未だに根強く残ってるから。南部に行って1年暮らしてみればわかる。黒人の犯罪率が高いのは白人のせいだよ。白人警官が黒人ばかり逮捕しなければ犯罪率は高くないから。黒人の犯罪率が高いから犯罪を犯してない黒人が苦しまないといけないの？それはひどい論理だよ。コメント欄を見て爆笑した。完全に要点を外して大騒ぎしてる。君が言ってることを効果的に証明してるね。彼らは絶対に自分の否を認めることはないよ。それも気に入らない事実だろう。日本が最大の同盟国だ。政治的なもの、経済的なもの、差別する側にいつも理由はあるのだと思います。合衆国または世界は白人が作ったシステムで成り立っているのだから、やはり有色人種には不利にできていて差別される理由が出てくるのでしょう。